まあ、これで道並み市街が出てきたんで、道並みの方に入ってた方がいいでしょう。なんだいこうガールと思ったら、なんかバイパス作ってるのか、こっちはこっちで。今だけの景色かもしれませんね、これも。そういうのも大事です。あ、でも線路もそんなに結構近く走ってるんだし、案外駅にはストンと行けそうですね。うん、時はそっか、時なんだ。そうだ、時はもう超えてるんだ。そういや、そうだね、冷静に考えたらそうか。あの渋滞、大渋滞で名高い時のアウトレットパークでもちらっと見ていきましょうか。お、お、え？なんでなんで？あ、そっか、シナノか。そうだ、シナノだ。特急シナノが、そうだ、走ってましたね。ね。さあ、これを。回ったらいいかな。うん。うん。あれ、こっちでいいんだよな。歩道がねえのか。おっと。あ、これがね、野生のストリートビューの怖いところですね。ここ渡って、うん、くぐっちゃって良さそうだね。まっすぐからでも崩れるのかな。うわ、怖え、これ。ここ怖いよ。人の歩くべき場所じゃない。そこの奥から行った方がいいかな。ちょっとここは、歩行して歩くのは、ちょっと怖いね。そこから迂回できそうですね。歩道があって、スキンナトルで。とか一回駅の場所調べとくか。本当に合ってるかどうか分かりませんからね。合ってるでしょうけど、うん、大丈夫そうですね。こっちで行けそうです。踏切はここには繋がってないのか、よくわからん。こうそうだ。あ、これか、うん、こっちなら
まあ、ちょっとオマーになりますけどね。おお、響くね。いや本当に火が照ってきたんで普通に暑いですよ。お、踏切もなってますよ。しかないけど、ここは歩道ない感じか。そっちから行った方が良さそうですね。あ、ここでこういう風な感じで繋がってんだ、バイパスからは。結局渡れないからダメだよな。はあ、集落な感じですよね。いや、一駅歩いてる間にバンバコ追い抜かれますね。あ、ここに飛行機があるんだ。こっちでいいのかな。あ、結局この道に出るんだ。はあ、ちょっとこっちで良さそうですね。アマゾンかな。何がアマゾンなんや。あ、あれか、物流センター確かこっちの方にありましたよね。そういうことでしょうね。さすがにアマゾンでバス売ってるってわけではないですよね。一応調べてみる。もしかしたらアマゾンで売ってるバスがそこにたまたまあるのかもしれません。だとしてもあんなにアマゾンって入ってないはずですからね。それはないね。まあ、またこっから歩道のない、こっからまた歩道のない旅が始まるの。渡ればいいのか。いや、そうっすね。渡れば、この下が、これ下行くとまずいのかな。